半径をね。コンパクトに収めて。うん。ザーって。2枚それ作って。あ、2枚。うん。こんなで使って、うん、こんなでもこっちでもいいけど。じゃあ同じ窓作って。はい。センチっていうかここか。こことここだね。前でちょっと走っていくね。どうしてもそっち寄っちゃうので、うん、この紙の真ん中ぐらいで。そっち側の紐もこっち側から そういうのもコツなんだよな、やっぱりな。この辺家庭科ですよ。そうそう、入りそう、入らなければちょっと広げてみて、さらにそうこピッと補強しちゃう、抜けちゃわないそこ紐でギュッと結んじゃってずれないように回すんですよ。ですよね、じゃあこれをセルをこっち向きに向いて、もう一個でしたっけ、もうこれでガムテープで完全に固定しちゃう。横を最初に最初にでも紐でもそうだ、紐通しておかないとできねえんだ、その穴が埋まっちゃうから、そういう意味。何分経過したと思う？18分ぴったり。それはムラムではあんまりないので、そうそうそう、でまたさっきみたいに竹串をさ、容量が持つかどうかって、すごい組んだよねこれ、データですよね、うん、4K で60でしょ、コマが。しかもしんねえぞ、こう補強はやりやすさ、結局これがちぎれてきちゃうわけよ。はい、ちょっとなりづれえな。そうっていいですかね。そう、特にここのセルとこの間びっちり止めちゃって、はい、セルってものはトマトジュースのことですか。そこもガッチリ固めちゃう、そこが一番くっつくところだから、隙間いらない。隙間いらない、もうへえ、ガッチリ。あ、その最初のぐるぐるを結構たくさんやって、その後ビューンって、ただあんまり思いっきり引っ張るとね、破壊される時があるので、はい、そうそう、続けて、はい、いいよ、続けて、はいはい、続けて、これをちょっとね、映像を撮ってみて、ちょっと横から撮るね、よしよく、じゃこれを慣れてきたところで、覗き窓が上の方で縦にしてくれる。どう？こっちか。そうそうそう。最終的にはこれで、あの終了時はこの状態で終わりしたわけ。じゃあちょっとチャレンジでもう少し激しくやってみて。激しく。うん、音もすごい。分離してるかどうかちょっと見せる感じで、一回止めてみる。分離してます。ゆっくり止めて。うん、どうだい？ま、
考え方としてはこれで分離してたかどうかを確認して終わりっ